マリオさん、リップちゃんがなんだか困ってるみたいなんです。そうみたいですね。よく眠れましたか？それでは元気でいってらっしゃい。ありがとう。そしてセーブ。んで、ゼニノコウってやつらがいるの？でかいんですけど思っとった感じじゃない。ちょっと待ち、ヤンさん、ええ天気でおますな。わいはゼニノコウっちゅうもんですわ。どうか一つお見知りおきを。んどうもどうも。ここを通りたいんやったら100コイン払ってもらいましょか。払わんちゅうのやったら通さへんで。世の中ゼニゼニゼニですせ。戦えるんでしょうか。戦えるんでしょうか。強そうな気がしなくもない。でも一応今セーブしてきたけんね。よし、戦おう。払わないっていう選択肢もあるけど。アンさん湧いてやる気でっか。せやけど多分ワイがアンさんをボコボコにしますぜ。はっきり言ってワイはめちゃめちゃ強いですからな。それでも戦うって言うんでっか。いや強そう。一応戦おう一回ね。そこまで言うんやったら仕方がありまへんな。ちと痛い目に遭ってもらえますか。うぃー。頑張ろう。もうここは、どうだ？亀相手やけんさ、おぷくさんじゃない方がええ気がするな、なんか。どうしよっかな。普通にジャンプするか。は。あれ、ダメージ与えれてないな。でもなんかひっくり返ったぞ。待って、一旦ちょいおっぷくアタックで。まあ、様子見ってことで、なんか焦ってなかった今。強い。これやっぱひっくり返すのが、やっぱひっくり返した方がいいんかな。防御力強いんやろうか。わからん。でもなんか、あかりん。ハッピー。しびれフラッシュ。あ、攻撃力アップいいかな。よし、間違えたぞ。あ、そういうこと？なるほど、なるほど。まあ、一応プラス1はなるんやね。あ、毎回の攻撃がプラスじゃないわ。毎回の攻撃が10なわけではないんやね。オッケーオッケー。で、ここでひっくり返って、あ、お腹攻撃したらいいんやん。すぐ戻った。あっという間に戻った。待って、あと2回で無理なんやけど。攻撃力アップした意味なーい。待って待って。うえぇ、いや、危険やって。待って待って、お姉さんのキスお願いします。待って、あかりん何ターンその状態？ちょ、待ってよ。その攻撃やめてって。ちょ、待ってね。はっ、2回じゃないとひっくり返せんのよね。でひっくり返した上でどうしよっかな。お、なんか動かせる。何これ。でも動かせるってことはなんか動かした方がいいんかな。これどこ、尻尾。なんで尻尾なんやろ。連打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 。何も聞いてないやんか。ねえ、何も聞いてないですけど。どういうこと。これ3必要やったよね。うわー、くそー。あ、攻撃力下げるのいいかもしれんな。とりあえずでもなー、ちょっとでもなんか、うわ、あー、ダメだった。何かしら
とりあえずしびれフラッシュでちょっと相手動かせ動かんようにできません。くそ無理だね。その攻撃やめてってあと1回で終わりなんですけど、私とりあえずこれでひっくり返してからの、アカリンダメージ与えれんのよな。他のキャラにした方がいいってことか。ひーくー、直前でセーブしとってよかった。コインコイン、でもこの辺ってコイン集めるような場所なくない？ないよね。あ、でもどう？アカリン。アカリン持ってうろつきよったらなんかその辺にブロックあったりするかな。ないかな。なんかなさそうな気がするな。まあ、とりあえず電車でどっか移動してコイン集めるしかないか。全く何もないね。さあとりあえず5コイン集めますか。ゴツゴツ山、ゴツゴツ山、カラカラ砂漠やカラカラタウンへはこの駅からゴツゴツ山を越えてください。どっちだ、こっちか。コインってどうやって集めるんやった。ちょめちゃくちゃ今更ながら、え、普通にその辺の敵やっつけたらコイン手に入るんやっけ。なんかもうわからんくなってきたんやけど、何すればコインが手に入るんだ。失い方はわかるんやけどさ。モグラ叩きや、モグラ叩き。あ、コインコイン、何これ、ハニーシロップ、イエーイ。やっぱ普通にコインゲットできるんやな。やったー、これで5コイン集まったんじゃない。よし帰ろ。まあ、とりあえずね。よしよし、行こう行こう。なんやろ、こう、イベント上で戦う、まあ、コアッパみたいな、ああいうキャラクターの時にはコインはゲットできんのかな？それともたまたま？DRさん、占ってください。5コイン、OK です。わかったである。では、占うのである。はやー、アンジョネコンダクサ、ハンジャラコマダノサ、ピケッキピッピ、ピケッキピッピ、ピケッキピッピ、ピッピのピーかー。どこから現れたんだ、ミラーボール。で、フラワーガーデンに空き地があって、花が咲くなら扉が開く。ん？種をもらって幕が良い。うん。ゴツゴツ山、キノコタウン、迷いの森、ジャングルと、その4つ ?4 人のフラワーさんって言ったよね。え、ジャングルってあのフラワーさんじゃない？もう一回行くんすか。そういうこと？ゴツゴツ山、キノコタウン、迷いの森、ジャングル。4色の花にもらった種たちを世話する娘に渡すのである。もらい忘れがないように。扉の向こうに現れし、異なる世界の高きところに、お主を待ちたる光が見えるのである。異なる世界？どういうこと？絶対覚えれん気がするんやけど。いやでもわかるか、なんとなく。さっきのあの種じゃいかんのよね。あ、ここに扉が現れるってことかな、もしかして。そういうことじゃない？じゃないとあれよくわからん飾りやもんな。ふう、どこって言ったっけ。とりあえずなんだ、どうすればいいんだ。ジャングルでも向かいます。え、でもさ、
4つの種渡してお花を咲かせたら扉がみたいなこと言ったやん。ってことはやっぱり今までにもらっとる花の種あれでいいんやない？え？あれでいいんじゃないですか？まだ多分もらってない種があるっていうことなんじゃない？要は。え、そういうことじゃない？え、今何箇所花咲いとった？ 3 箇所ぐらい？ちょ、待って、帰るね。これはどういう風に見たらいいんやろ？とりあえずここで 1? で、2?3、これ4じゃないの？でも多分ここがないってことなんよね、きっと。え、そういうことなんかな？え、そういうことなんだろうか。まあでも足りてないってことなんやもんね、きっと。マリオさん、リップちゃんがなんだか困ってるみたいなんです。そうみたいですね。いや、どうにかしないといけないんだろうけども。迷いの森ってどうやって行けばいいんだ？とりあえず、地図。迷いの森、この辺よね。ここへは、土管を通って行きよったっけ？違った？列車で行くわけではないんやもんね。迷いの森、迷いの森。一応この町から直接行けるようになっとる感じやったけん、さっき地図で。ここからとかじゃないんかな。本当の勇気というのは怖いものがないということと違うんじゃないでしょうか。ここがなんかテレサがどうのこうのって言ったけん、迷いの森テレサのとこやろ？この辺から行けるんやない？あれ？ここって入れんかったっけ？何にもないただの小屋やったわ。こっちか。あ、多分こっち、あ、いける。オッケー。で、なんか、迷いの森、キノコタウン。で、何か、違う場所で、ここか。通っていけばいいんよね。んで？ここ変わったんかな？戻ってない？あ、こっち行けるな。あ、フラワーさん、どうも。種もらいましたっけ、私。じーっと静かに耳を澄ますと、星たちの声が聞こえませんか？星たちも私たちの声を遠くで聞いているんでしょうね。私たちのいろんな願いを聞いてるんでしょうね。早く星の星たちが星の国に帰れるといいですね。自分の場所が一番ですよ。無理じゃねえか。無理じゃねえか。ってことはここではないのか。はい、到着。ゴツゴツ山、ゴツゴツ山。カラカラ砂漠やカラカラタウンへは、この駅からゴツゴツ山を越えてくださーい。さあ行きますか。とりあえず一旦セーブしといて。はい、向かいまーす。ゴツゴツ山ってことは、パレッタで飛ぶ場所がいっぱいあるんかな。とりあえずパレッタに切り替えとこうか。確かここで仲間になったもんね、パレッタ。ってことは、ここから、パレッタを、ここでは特にパレッタを使うことが多かったのでは。いい。やめてよ。どこに行けばいいんだろうな。でもフラワーさんのとこやけん。まあ、多分、パレッタを使って、ちょっと正規の道から離れたところとかではないんかな。どうなんやろ。
え、どうなんだろうか。パレッタ使いそうなところがまずわからんな。ここか。まあでもここは正規の道なんだけども、この下は逆に、こういうところとか降りそうやん。なんかおらんな全くおらんな。ちょ待って、戻して戻して。え、ここ行ったことないかもしれん。ほらほらほら、これ埋まっとるってことはまだ話しかけたことないってことよね。え、そういうことじゃない？はっ、私に話しかけてくれました。うわー、嬉しいです。感激です。フラワーランドからやってきて、ずいぶん長くここにいますが、あなたが初めてです。みんな私には気づかない。黙って咲いているだけだと思い込んでるみたいです。話せて嬉しいからこれあげます。私の種です。お会いできた記念です。不思議な種をもらった。キノコタウンのフラワーガーデンでリップに大事に育ってもらおう。その種、大事に育ってくださいね。きっといいことありますよ。あざっすー。やったね。よしよし。じゃあもうあれかな、戻ったんでいいんかな。お願いマリオさん、フラワーさんから種をもらってきてほしいの。はい、どうぞ。わー、種をもらってきてくれたのね。私とっても嬉しいわ。さあこれで揃った？どう？お、揃ったっぽいぞ。多分ここに扉がってことよね。おお、なんかもうちょっと、なんていうん、木枠の中が、なんか、光り輝く感じなんかと思ったけど、めっちゃ普通の扉が現れるんやね。キャー、お花が咲いたと思ったら扉が出てきたわ。きっとこの扉から、お花の国フラワーランドに行けるのね。マリオさん、フラワーランドのお花さんたちを、どうか助けてあげて。ほうほう。まあ、ということで、とりあえず一旦ここで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、次から、フラワーランド？フラワーさんたちがいっぱいおるってことか。なるほどね。綺麗そうな場所な気はするけど、キャラはなんとなくな。もうちょい可愛くあってほしいな。